はいどうもこんばんは、メジネス。今回なんですけどね、ちょっと前さんの様子が朝からおかしくて、まあ、朝僕普通に起きて、まあ、前さんには出会ったんですけど、その時もテンション低くて、ちょっと今が11時回ってるんですけど、ずっとねなんかこっちの部屋で一人落ち込んでるんで、ちょっと何があったんかとりあえず見てみましょう。これは、おるおる幽霊みたいな。何してんすか。え、いや何してんすか、ずっと朝からめっちゃテンション低くないですか。いやほんまにあーって感じやな、ほんまに今回あーって感じ。いや最近あれやん、俺結構靴買いたいって言って。あ、はい、買いましたね。買ってん、グッチの靴を。はい、で昨日オフ会やったん。はい、でオフ会履いていこうかなっつって張り切って1日目だから、それグッチの靴履いて。あ、そうですね、初めて。その前日に試着だけしたかった、初めて履いたわけやね、はい、でまあ行って、はい、でまあ別にオフ会自体楽しかったわけや、はい、で、まあ、次の日やん、今日やんだから。そうです、ね、で、まあ、靴箱入れとって見たら、はい、後ろがこんな感じになっとったっていう。わかるかな、わかる、このなんか削れた感じ。その電気、まあ、電気も大丈夫ですか。今日全然電気つけてないですけど大丈夫ですか。いやほんまにきつい。あら、これ見える、ここのこれ1日目でこれっていう、1回履いただけで。で多分そので、なんかここにもなんかテープみたいなのが地味にあるし誰がこれほんま置いたんっけ、このテープ。もうさせんなよって感じやん、これ。いやだからほんまに多分これなんでこんなことになったんかなって考えとったんやて、はい、今日一日俺ずっと、はい、だから、うん、そうそう、だからずっと考えとって、なんでこんなことになったんやみたいな。だって何もしてないから別に俺特に、まあまあまあ、歩いてオフ会で写真撮ったぐらいやし、はい、特になんかバーンと大きな動きをしたわけでもなく、で、うわぁと思ったのがあって一個、その、俺靴脱ぐときに、はい、その、こうやって脱いとったな、こうやってこの靴紐とかを、はい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 、解かずに、もうめんどくさいから多分こうやって、このかかとをこう踏む感じ、ずらす感じですね、なんか押さえて。そうそう、で、多分こうずれて、ここが、まあ、めくれるっていうこうかいう感じで、こうずれて、多分あー、やったよ、またこれはでも、これはでもやってもったですよ、ほんまに。で、多分、普通に高級な靴を履いたことないから、そんなんを無意識にやってまうわけよ。履き方を知らんと。もう本来は、しかも多分本来、こんな崩れ自体って珍しいと思って、こういうところにこんなんがあるとか。うわーって感じやな、俺もう。基本高い靴は、靴紐をほどいて、また履くときに靴紐を結ぶっていう。いや多分疲れとったし、なんかテンション上がっとったから、多分オフ会でそんなこと回らず疲れも溜まっとうし、全然そのグッチの靴履いとうっていう意識もなく、多分素で履いてもとったから普段通りですね。あーミスったなと思って、調子乗ったらこうならやな、やっぱりこれ痛いっすね、これでも。あーどうしよっかな、でも俺、いやもうどうしようもないもんな、もう自業自得やもん。自分では直せないですし、だからまあまあ勉強代になったかなっていう、俺の中で。まあそうですね、安いもんですね、そう考えたら。まあまあ安くないけどな、全然近かや普通にまあまあでもだから高級な靴履くときはもう絶対に疲れた状態とか、そのなんやろ、高級な靴を履き慣れた状態でやっぱり行かなあかんというか、もう意識せなあかんとは、もう今日はX履いてなんて。毎回その脱ぎ方で、脱ぎ方で多分行かれるから、でその脱ぎ方やめようと思った俺も今後。毎回靴ひもほどいてあれですか、もうかな、だってそうせへんかったらもうずっとこうなるから、ずっと一緒ですもんね。だからちゃんと意識して靴ひもを外してやろうって思って、それでずっと今日塞ぎ込んどったな。すごい時間の使い方しましたね。でもほぼ丸一日勉強、
みたいな感じですもんね。まあまあまあ、勉強代、勉強代いいかな、これが9万の価値やから、これやっぱ9万がこうなった時、人間こうなるんやって強く思ったけど何回も入ってたら確かに、まだまあまあ分かる、入ってかもしれないですけど、1日目やからね、これお前さん、ちなみに、うん、今の気持ちをヤンマーで表したら、なんかどんな感じになるんですか。あ、ここでヤンマー、はい、ここか、ヤンマー。まあでもまあ全然ええけどな、俺はほんまに。その1日ちょっと確かに無駄にしたけど、まあ、1日やって今こうやって見とって思ったんが、全然気にならんなって。だって歩いとってさ、靴見るときにここ誰か見やん最初正面やん。だってこう歩いとったら、そうですね、こう歩いとってここ見るやん、もう絶対前ですもんね。前やん基本的に見るのって。でかかと見えたとしても、こんなんやったら分からへんと思って、パッて見たときに全然分からへんし、正直ほら見た感じ分からへん。まずここピンポイントで見る人なんか、まあ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 全体像みたいな。だから気にならへんし、正直まあこれから気をつければいいことだし、この一瞬ぐらい全然問題ないと思うね。いやだから、はい、さっきなんかテンションで表してくれみたいな、なんか言っとったヤンマーで、テンションで、はい、ヤンマー